自分の推してたメンバーとその時代のことを思い出しながら見てくれてたり涙ぐんでる方とかも見て、私の方がちょっと感動しました。服飾関係の学生さんとかも結構来ていただいてるみたいなので、こういうのを作りたいみたいな思ってもらえるような衣装店になってたら嬉しいなと思います。